はいそれでは今日も読書レビューを行っていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介していますで、えー。紹介している本のジャンルについてはこの動画の説明欄に再生リストへのリンクが貼ってありますのでよろしければそちらからご参照ください。で今日ご紹介する本はこちらの5秒「5秒を膝裏伸ばしで全て解決」というタイトルの本になります。でえー、とこの本はですね えーまあ、5秒間膝裏を伸ばすことによって、まあ、全て解決するとで、まあ、つまり体の不調が全て解決するというタイトルの本になっていますでもちろんです、ね、あの全て解決するというのは、まあ、あの本のタイトルとして選ばれているだけだとは思うんですけれども、まあ、主にです、ね、この著者の方がおそらくご高齢の方向けだったと思うんですけれどもに、えーまあ、ストレッチをこうお勧めしていてその内容を、えー、紹介している本になりますでもちろん高齢の方に限らないとは思うんですけれどもつまりその体の不調が全て解決い

っててて、いう方法が書かれてましてちょっとこれだけじゃ何を言ってるかわからないと思うんですけれども、えー、と壁ドンっていうのはあのこの本のタイトルにもなっている、えー、と膝裏伸ばしっていうのをするポーズで、えー、と壁に手をついて、えーまあ、アキレス腱を伸ばすような運動ですね、えー、とそれによって膝の裏であったりとか、えー、かかとの裏まあかかとの裏っていうんですかね、まあ、伸ばしていくような運動ですで、壁ピタっていうのは壁に、えー、背をこうピタッとつけてつまりじ、えー、と体の、まあ、線が取れているかまっすぐして を立てているかっていうことをまあ確認する姿勢です。で、最後の123っていうのはえー、相撲取りが思考を踏むような形で、えっ、ー、と多分3秒間だったと思うんです。けれども、えっ、ー、とこうポーズを取ることによって、まあ、体の体幹を意識して姿勢を立てていくというような、えー、トレーニングになっています。で、えっ、ー、とまあ、正直言うとですね。ちょっと私自身。 えとまあ、このストレッチをまあ継続的にやるということは実はしなくてですね、まあ、なかなかすぐにもちろん効果が出るものじゃないと思いますので、えー、具体的に効果を実感したということはありませんでした。 ですが私自身、膝の裏がすごく硬くてですね、まあ、な悩んでいたのでこの本を買ってみたんですけれどもやっぱりあの日々ストレッチを、えー、習慣化してみるとですね、えー、と非常に効果が高いということが、まあ、あの少し感じられるようになってきました。というのも、えー、と前屈ですねが非常に硬、えー、かったんですけれども、まあ、ちょっとこの本を読んだり他の本を読んだりして,して、えー、きっかけがあってですね、えーとまあ、ストレッチを1日1回ぐらいするようになったんですけれどもそうするとやっぱりあの あん。Oh. ま、ちょっとずつ良くなっていて今は、えー、と手のひらが床につくぐらいになったんですけれどもそうするとですねやっぱりちょっと腰痛が、えー、起きた時とかちょっとだるいなって思った時とか、まあ、何かちょっと運動した時とかですね、えー、と体の回復が早いような気がしました私30代なんですけれども、まあ、そこまで体が、えーまあ、老いてきているという状態ではないんですけどもやっぱり普段から体のメンテナンスとしてストレッチをやっていくっていうのは非常に大事だなということを、えーまあ、痛感したそのきっかけになった本でした。 ははい、えー、今日は以上になります。もしよろしければ、えー、チャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。それでは。